サブマリン707は漫画家の小沢悟が週刊少年サンデー2963年から1965年まで連載した海洋冒険漫画太平洋で起こる海事件に海上自衛隊の潜水艦が立ち向かうプラモデルの発売との相乗効果で人気連載となり後に続編が発表された初めての本格的潜水艦漫画として 連載と合わせて、用語解説記事などが書かれ、河川艦、セールシノーケルホーミング巨来、ソナーフリゲートなど、潜水艦や、対戦船に関する知識や、用語の普及に大きく貢献した。全51回。太平洋に出没する、謎の海戦を追って出撃する707。途中で、過客船の生き残りの3少年を収容する。全42回。 突然現れた無人の潜水艦に707は撃沈されてしまう。逃げ遅れたケンジとゴローは目を覚ました無王国で続々と建造される潜水艦隊を見る。全8回。防国の極秘調査の陰謀に巻き込まれる707。全20回。アメリカの技術の域を集めて建造された三連、超大型空母、アポロノームが秘密組織に乗っ取られ、 707も追跡にあたる。アマノ酸が実験艦を乗っ取って脱走する。南郷と弟のジローが追跡する。基本的に登場順である。こちらも基本的には登場順に並べてある。今井科学から707とジュニアが ABC 級の3サイズでプラモデル化された。小さな A 級はゴム動力。最大の C 級はモーターライズで、 フィンによる自動付近機構を備えていた。プラッツからは7071世改め、2世、UX-5、ジュニア2世の各ディスプレイモデルがラインナップされた。ジュニアを除いてスケールは1、700である。ピットロードからは塗装済み完成品のディスプレイモデルで1、550、スケールの UX-5、1、350で7072世が製品化された。 塗装やスクリューの形が原作版とは違うアニメバージョンである。宝世界の観戦シリーズでは架空間ながら7071世や改め、ジュニア2世がラインナップされている。ディスプレイモデルだが、水中モーターにより水上航行が可能。なお同シリーズには、ガトウ級も存在するが、当初はシードックバージョンが企画されていたとのことである。アニメーション制作。 東映動画ナック発売元、東映ビデオ制作、企画発売、アニプレックス完全復刻版2巻では、空母プリンストンであると目星が付けられていた。384ページ。劇中ではフリーゲートだと称されている。現実には、缶番号は順番に取られるので、N99 まで行って折り返すことはあっても、後継の心臓缶に、前任の缶の番号を継がせることはない。 地球海洋 SF 文庫外部貸し出し開始。ジャンステック地球海洋 SF クラブ。2011年9月26日閲覧。深海の艦隊サブマリン707に関するカテゴリーサブマリン 707R に関するカテゴリー。ありがとうございます。